その、今から何をするのですか？お前のために写真を残すんだ。具体的な操作はオイラたちに任せろ。お前はそこに立ってポーズを取るだけでいいぞ。簡単に言うと、写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ。何かの記念に残すにはぴったりだぞ。ポーズを取るとはどういうことでしょう？なるほど。つまりあなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えるとなんだか恥ずかしいですね。どうすればいいのでしょうか？何か私に案をください。見栄えするものがいいですが、大げさすぎるのは避けていただけると。でないと恥ずかしくて仕方ありません。気楽ならこうでしょうか。肩肘を張りすぎない楽な姿勢です。はい、ではお願いします。いい角度を決めてエイを記録しようぜ。お前のために撮った写真だ。これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。花、先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました。全く同じ姿勢で、そして背後の風景も。一体どういう仕組みなのでしょう？それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。もう少し説明を。つまり、この中にいるのは私ではない。私ではないのならどうして私と全く同じ姿なのでしょう。そしてもし私であるなら今の私とは一体何なのでしょうか。これはオイラの回答能力を超える質問だ。お前にバトンタッチ。そうだぞ。お前は将軍を自分のことだと思ってるのか？もちろんです。今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありません。じゃあ今のお前は何なんだ？それを言うなら私は私です。疑いの余地もないことでしょ。私の存在、なんだか分かってきたような気がします。私は私であり、一人しかいませんが無数の形で存在することができるのですね。どのような形で存在するのかはあまり重要なことではないようです。例えば将軍は私の存在する形の一種であり、彼女が私であるかどうかという問題は決して彼女の体にある部品によって決まることではありません。そういうことなら、この写真もお前の存在する形の一種だな。ええ。永遠を追い求める私でさえも、存在の形が変わり続けていたのですね。そうであれば、一体どうして稲妻に、そして
稲妻で生きる一人一人の方に普遍を要求できるというのでしょう。今回あなたたちとの旅で見たものは全て私の認識外にあるものでした。はあ、お恥ずかしい一面を見られてしまいましたね。あなたたちにはわからないと思いますが、これらは私の認識に大きな衝撃を与えたのですよ。もし今回見聞きしたもので定義するのなら、今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっています。ですが決してそのような理由で今の稲妻が稲妻ではないと否定してはなりません。メガリレー、千樹百目心臓、これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたもの。もし私自身が永遠に近づいていたら、このようなことは起きなかったでしょう。私はすべてをきつく縛りつけすぎていたのでしょうか。どうやら分かったみたいだな。今回のオイラのガイド、すごく価値のあるものになったみたいだ。カマジ様、カマジ様。お、なんか下が騒がしいな。一平みたいだ。どうしたんだろう。天領奉行の人ですか。そうみたいだ。何があったか聞きに行ってみよう。一平、何かあったのか。あ、あなたたちでしたか。僕はって、将軍様。九条釜地坊ちゃんに会いにいらしたのでしょうか。申し訳ございません。釜地様はまだお帰りになっていません。もしよければ私めが代わりにことづかりましょうか。そうかしこまらず。ここへ来たのは用件があったからではなく、あなたの慌てた声が聞こえたからです。はい、実は鎌治様が交渉に行ったきり帰ってこず、何かあったのではないかと心配しているんです。鎌治様は普段外でブラブラしたまま帰ってこないことがしばしばありますので、多分どこかで迷っているのかもしれません。ですがなぜか今日に限ってすごく不安に感じるんです。九条鎌治、聞いた感じでは九条家の子息のようですね。はい、申し訳ございません。当主は病を抱え、若旦那は長年不在。現在九条家は九条鎌治が九条家の名代となっております。天領奉行が混乱に陥っていることは私も噂に聞きました。そのことが九条鎌治と関係があるのですか。申し訳ございません、将軍様。それも九条家の失態です。九条家の名誉が大きく傷つき、勢力が衰退し、将軍様は天領奉行の今後の取り決めを将軍様も決めていませんでしたので、ですので鎌治様は高塚家にこの状況を仕切ってもらおうと交渉に行ったのです。だったら奉行所で交渉してるはずだ。どうしてこんなところで探してるんだ。ああ、いえ、今回の会合場所は特別なところでして、僕も戸惑っていたところなんです。それに重鎮同士の会合となると僕も詳細が聞きづらくて、場所は鳴上大社近くにある山の上で、そこに高塚崎が所有する特別な拠点があるそうです。高塚さ、聞き覚えのある名です。長きにわたり九条家の補佐を務めていたはずですが。はい、そうなんです。だからこそ鎌治様は交渉に行きました。しかしいくら話す内容があるにしても時間がかかりすぎています。城内をくまなく探したんですが、まだ帰ってきてないとなると。そうですね、僕もその可能性を考えました。ですが僕の身分では高塚崎に入ることはできません。いえ、僕の考えすぎの可能性もあります。もし交渉の邪魔になってしまったら、それこそどう許しを請えば。僕は鎌治様の付き人ですが、幼い頃から一緒に成長してきた仲でもあるんです。
僕はただ彼に何か起きたのではないかと心配で、僕はあの方のように賢くはないので手助けはほとんどできません。しかし自分の失態で鎌地様を危険にさらしたくはないんです。将軍様はいかがお考えで？直接出向いてみましょう。私の身分であれば交渉の邪魔をしてもあなたに影響はないはずです。それに元はといえば、私が早急な決断を出せなかったのが原因。このことは私が解決すべきです。ありがとうございます。将軍様直々に出向いていただけるなんて。僕も他の場所を探しに行ってみます。ではその会合場所を記しておきますね。うまくいくことを祈ってます。